ポン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 パン,パンはい120勝3敗1分けということで6万8532円の結果となっておりますだいたい3900円でベットしてるのでまあこの動画撮るときいつも言ってるんですけどまあ39,000円でベットしてたら68万になってるってことですね はい、であとはまあ動画の方で鷲、まあ、津さんの方にですね質問あったんですけど和津さんんは円ででやってるから勝ててるるかから勝す全くその関係ないですねなんで3900円でやってるかっていうとそのなんだ、えー、負けても痛くない金額ぐらいで、まあ、あと3級みたいな感じ3級っていうことで3900円で統一してやってもらってるんですけどもこれ1万円でベットしようが2万円でベットしようが関係ないですね。 そうまあ、その要はやってることが変わらないので要はベッド金額を増やすか減らすかだけですからうんはいなんでまあ3900円で、えー、手持ちがあれば3900円の手持ちがあればまあまあ6万8000まで増やせるよと銀行口座にですね3900円預けてじゃ1か月後6万8000に増えてるのかまず不可能ですね日本銀行でも海外銀行でもなかなかの不可能な数字なんじゃないかなと思いますまあこれをどう捉えるか あなた次第でございますよ。はい。で、120勝3敗1分けなんで、まあまあまあ、なかなかいいんじゃない先月が、先月125勝8敗ですね。あ、5月ですね、5月。で、えっと、4月が6敗。6敗ですね。え、7敗。3月7敗。え、いっぱい。いや、2018年は2月いっぱいですね。ああ、なるほど。 えー、あ12杯、2杯、13杯。まあ3杯は結構少ない方なんじゃないですかね。うん。だいぶ精度の方は上がってきてるんじゃないかなと思います。はい。まあ1十、百二2 4回ベットして、二十四回ベットしてこの結果ですから。うん。 素晴らしいいいんじゃないかなかと思います本当ね、最近本当に負けないですね。精度がかなり上がってきたなっていうところを感じます。まあ、この検証もやり始めて、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月、7ヶ月、8ヶ月、9ヶ月ですね。ということは、あと3ヶ月で1年経ちますね。はい、いやー、なんだかんだ続けておりますけれども、なかなかここまで続けてる人いないんじゃないでしょうか。 9ヶ月間。しかもこれ毎日ですからね。まあこの月、月締めの動画は1本ですけども、まあ毎日の動画は毎日やってますんで、その、1日1日のやつは。おそらく、まあここまでまあ動画撮って情報発信してる人は僕ぐらいかなまあ僕にも勝てないと思いますね。ここまで。まあ僕に勝てないというか、鷲津さんもにもか、あのー、勝てないと思うんですけど、ここ、まあブックメーカーやられてる方で、まあその上級者の方はね、 まあ全然いると思うんですけど、まあ、初心者の方がん無理ですよねうん素晴らしい結果だと思いますまあ引き続きですね鷲津、えー、さんの、えー、検証の方鷲津さんがくたばるまで、えー、こちら続けていくということをお互いにコミットメントしてますのでうんあのどちらかがくたばるまでこれやりますんでだからあと5年10年分かんない人ああブックメーカー365ベッドがなくなるまでやり続けるんでおそらくここまで発信してる人は 僕ぐらいだと思います。はい。まあ今後もですね。まああの、まあこれはね、あの、あとね、僕ブックメーカーやってないんですよね。<laughs> ブックメーカーやってないです。だからアフリエイトみたいな感じですね。紹介ですね。アフリエイトです。はい。紹介。でも紹介アフリエイターでも、おそらく、これね、僕はワシズ、ワシズアフリエイターですけど、ワシズアフリエイターが語りますけど、あのアフリエイターさんでもこんだけやってる人いないと思うんで、 ワシズ、専属アフリエーターじゃないですかね。ワシズアフリエーター。はい。ワシズアフリエーター。今度はワシズ、ね、あと、共同、僕とワシズさんとプログラマーの共同開発でですね、ワシズロボットもね、できますんで、これをね、完全自動化してしまうっていうのは、なんともファンキーなワシズロボットがね、出来上がる予定なので、このワシズロボットはマジやべえんじゃないかなというところで、<laughs> ワシズロボットができたら僕もやりますよ。完全自動なんで <laughs>。ね。 ワシズロボットができたらやりますよ、うん、はい。ということで、えー、今回の、えー、2018年の6月の収支結果はですね、えー、68,532円のプラス120勝3敗1分けという結果になりました。以上で2018年6月の、えー、収支結果の報告を終わります。ありがとうございます。